ハイチは日本の教育者、YouTuber。YouTube において小学3年生から高校生に向け授業動画を配信している。教育系 YouTuber として活動しており、教員とも塾講師とも異なる第三の場所の次世代の教育者として注目されている。動画では基本的にテロップや効果音を含む編集は行っていない。また途中でミスをすれば最初から撮り直す方式で動画制作を行っている。その撮影手法から動画の時間は平均10分程度に対して撮影から投稿までは短くても3時間、長い時は3日費やすこともある。なるべく疑問点を残さない授業を心がけており、内容としては繰り返し見ても飽きないように雑談をしないこと、仕組みなど概念よりも解放を教える学年に合わせ話す速度と言葉遣いを大きく変える、内容に集中してもらうため地味な服装を心がけ、結婚指輪も外す、塾講師時代に考案した、男女両方に好まれる文字のフォントを用いる、ズレがないよう黒赤青の3色のペンを使って、定規で1文字ずつ測りながら綺麗に板書することなどを意識している。1985年3月11日、福岡県にて生まれる。中学生の時にはいじめられていた。ハイチには2歳年下の知的障害と発達障害を持った妹がおり、両親は共働きだったため土日はハイチが付きっきりで面倒を見なければならず、所属していた体操部を欠席する必要があった。しかし他の部員たちからサボっていると勘違いをされ、陰口を言われるようになり、最終的には学年全体から悪口を言われるまでになってしまった。これをきっかけに心に大きな傷を負ってしまって、自傷行為に及んでしまったり、自殺願望が芽生えてしまったこともあった。中学校は嫌いだった。群馬県立館林高等学校に進学後、恩師と出会う。新学期であった直後に、俺はお前らに好かれる気なんかねえからと言い放つなど第一印象は強烈だったものの、担当していた数学の授業では板書は綺麗で、わかりやすく書く、叱るときは叱り、褒めるときは本気で褒めてくれるという、飾ることなく、生徒に接するその教師のことを次第に尊敬するようになった。現在の活動である YouTube の授業もその恩師が目標となっている。その先生に憧れ、当初は専門学校への志望を希望していたが、高2の終わりに国公立大学を志望するようになった。その先生のアドバイスのもと、東京学芸大学を志望するようになり、勉強ができる友達の勉強法をとにかく真似。そこから自分に合うもののみ残すという方法で勉強スタイルを確立し、自学のみで参考書を定着するまで何回も繰り返すという方法で偏差値を20上げ、東京学芸大学教育学部への合格を果たした。大学にて小学校と中学校の教員免許を取得したものの、教育実習の際に事務作業の多さを見て、自分が思い描いていた子供に、精神的フォローをしたいという願望とのギャップを感じ、ストレートに教師になること以外の方法を模索しようと考えたため教師にはならなかった。NPO 法人や起業家について社会勉強を進めた。自分自身が一度社会に出る必要があると考え、また子供を精神的にフォローするためにはよりコミュニケーションスキルを高めたいと考え一番きつい仕事として新卒で教材販売会社に入社し、営業の仕事を始めた。家を一軒一軒回って、教材を売り込む仕事で、営業成績は微妙で、嫌がられたり怒られたりと、毎日鍛えられた一方、相手に伝わりやすい喋り方や声のトーン、目線の送り方、セールストークなどの仕事スキルを身につけられ、伝えたいことを相手に届けるノウハウも学べるなど、YouTube での活動に活かせた面も多い。持病が悪化したため教材販売会社は10ヶ月ほどで退職した。その後は塾で働き始め、個別指導の塾講師として埼玉県内で複数の教室を持つようになった。しかし、個別指導塾の月謝は高いため経済的に貧しい子供は塾に行くことができないという現状があり、そのような子供に何かできないかと考え、2012年6月より YouTube にて授業動画を投稿し始めた。独立直後にHIKAKINがブレイクしていると知って、授業の様子を公開したら誰でも見れると気づき、その翌日に初動画を投稿した。最初の7ヶ月は800人ほどしか視聴者がいなかったが、視聴者がネット上や日常において口コミによってチャンネルの存在を広めることによって視聴者の数も増加していった。中年層以上では YouTuber に対してあまりいい印象を持っておらず、ネット世代の若い教師の招待で講演で学校に赴いた時には、管理職の先生などからはあまりいい顔をされなかったことが多かった。しかし、YouTube で勉強というイメージが薄れてきた流れが、NHK への出演などで広い年代に見られるようになり、保護者らもテレビに取り上げられたことで勉強をスマホを使ってできることを知り、親世代にまで認知されつつある。小学生向けには算数、中学生向けには主要5教科、高校生向けには数学 1A、2B と3を配信している。また、高校受験対策の授業も配信している。従来日本の教育は、公教育と塾や家庭教師など外部のサポートの主に2種で成り立ってきたが、そこに3種目となる自由に無料で勉強できるフリーラーニングを加え、それが当たり前になる世の中を目指しており、YouTube での学習を学びの選択肢の一つとすることを目標としている。ありがとうございます。